大挑戦はね、いつもしたいっていうのはいつも思ってるけど、うん、とっても大きなテーマに挑戦しているので1年じゃ無理っていうか、まあ、うん、あまりにも大きなテーマなので生と死と愛っていうのは3年でも無理かもしれないというか、死ぬまでずっと人間がもうずっと一生をかけて考えていくだろうなっていう、向き合っていくそうだね、そう、まあ、あとはそのその生と死と愛っていうのは全部こう相互作用で回っている、本当に車輪のように死を見つめることは生きることを見つめることだし、生きてるっていうのは一人じゃ生きられないわけだから、まあ僕はね、妻でパートナーがいるし、誰かと共にそこの生きることを共有することにいろんな愛が生まれる、愛があるから失った時の悲しみもあるし、だから地球上に今生きている僕たちっていうのはそういう昔からの人たちが与えてくれた豊かさの上に生きていて、その豊かさっていうのもまた変化していって、いつか僕たちも死ぬわけで、その死に方はどうなるかもわからないし、うん、だからそういうことを考えていくと、この一作品目を作ることが次の二作品目につながるのは当たり前なんですけど、2作品目を作るときにまた1作品目も生きてくるんじゃないかと、でそして3作品目も同じことが言えるので、生と死と愛がその3部作の中でお互いが向き合っていく、そういう作品作りもしてみたいし、あと、まあ、今だからこの、今の時代だから、うん、やるべきかなとも思うし、長期企画の3部作っていうのはもう既存 の作品で、もともとシナリオがあって、でそこをそのシナリオを私たちのフィルターを通して作品にしていくときに、やっぱり過去の経験だったり、うん、今の、うん、時代を捉えてその解釈していくわけなんだけど、その時にやっぱりその経験として、今の年だからじゃないとできないこととかもやっぱりあったりとかして、だからそういう意味で今回3部作に選んだ既存の作品っていうのは、あの今やっとこの年になったからこうできる作品なのかなっていうのもあるし、ちょうどそれと今私たちが生きている時代っていう、まあ、いろんなことが起きている中で、うん、ちょうどこうフィッティングっていうか、うんうん、ちょうどいいタイミングで出せる、今だ、今だって思ったんだよね、うんうん、いつかやってみたいと思ってたんですね、やっぱりカンパニー設立してもう10年になるけど、でもいろいろとそこに行くためにはもっとこれをしておいた方がいいとか、うんうん、やっと今言ったけどいいんじゃないかなっていうふうに思って2人で決めて、うん、あのこの3年企画に挑戦しようっていうことを決めました、うん、作風としては僕と長谷川がずっとやってきたことをもう一回振り返って、すごく抽出化させて二人で作り始めた頃に原点に帰ったようなことをやっていて、でそれがあのメンバー七子とセンちゃんとカホの3人のメンバーが一緒にやれるようななんか雰囲気になってきた、うんうん、いろんな歯車が重なって今この作品であの原点のエネルギーの抽出をして絞り出したものを 今の僕たち の現在進行形にもっと花広げようっていう風にして作っている、
今僕が言ったそのクリエーションとかやりたいことは、なんか別にガラッと路線を変更した作品にしようじゃなくて、もう抽出させまくってさ、ね、やりたいことだけやろうぜみたいな、もう気にしないでってやったらって、そう、最初にフランスから持って帰ってきたものっていうものを、うん、私たちのこういろんなこうフィルターを通して出してきたものっていうのが、うん、まあ例えば原点だったとしたら、うん、その日本でやり始めたのが、うん、ダディノフのちゃんとした原点だったとしたら、うん、なんかそっからなんだろう、いろいろこう挑戦して分析して作って壊してっていうのをやってる期間があったじゃん、2人だけでやって、うんうんうん、でその後にメンバーが加わってって、うん、だから私たちがやってることの延長でメンバーもっていう風になると、やっぱりいろんな才が生まれるっていうことは、もう年齢も違うし、うんうんうん、やってきたことも全然バラバラで、うん、やっぱり2人とみんなっていう風にやっぱり才が出るから、そこを埋めるための3年間であったじゃない、うんうんうん、だからそこで私たちのオリジナリティ、うんうん、なんかこうフランスで培ったものを、うん、オリジナリティを出すためにいろいろこう考えてきたものを一旦ストップして、うん、今できること、このメンバーで今できることっていうのを8人でずっとやってきて、うん、でさらにブラッシュアップした今いるじゃない、うん、だからなんか別にこう昔に戻ったわけじゃないんだけど、うん、もう未来にいるんだけど、そのもともとこう私たちがこうなんだろうな、やってきたことみたいなのがやっとできるみたいな、うん、と思ってんのよ今年、うん、だからなんかこの大きいテーマにも挑戦しようと思ったし、うん、今ならできるっていうのもいろんな今ならできるがあって、あったな、本当にあった、うん、一番最初に打ち合わせした時は今までと違うタリノフの顔を見せたいっていうことから始まって、うん、で何をどういう風な違いを見せていこうかっていうのを結構話したんですけど、タリノフって結構その衣装のディティール、形とかデザインとかすごいシンプルに見えるんだけど、何かしらこだわりがあったり色の派手さがあったり、なんかその作品で言いたいこととはまた別の路線で結構こう真逆をいくっていうのを今まではやってきて、で今回は何だろうな、その作品に対して寄り添うような衣装のデザインだったり色味だったりっていうところをちょっとなんかこう、うん、やっていこうっていう話になって、でこの間ね、うん、衣装のあフィッティングがあったよね。どうだったの？いやー、なんだろう、興奮したよね、本当に、ね、私もすごい興奮した、嬉しかったっていう理由としては、うん、今まで彼女に作ってもらった衣装とはガラッと変わった衣装 で多分それは理由としてはいろいろあるとは、もうお互い変化してって進化してる、うんうん、ただ作風とかを一番最初のシーンとかを見てもらった時に、彼女が一言、あ、今までのタリノフとはちょっと違う、もうちょっとシックですごく私は好きで魅力的で大人っぽいなってバサッと言った。多分それはミカさん全部見てきてる、この3年間4年間ずっとさ、みんなの成長と踊りを見てきた上で、今回の僕たちがやってることが、あ、なんかこれだったらこうしたいなっていうのが、今イメージで長谷川が言ったことと、ミカさんが実際僕らの踊り生で見て感じたことがうまくこう調和して、あの衣装が仕上がってきたんじゃないかなと思って、もう聞き込んでいろいろと長谷川と相談して、うん、で信頼する竹本さんとも話した結果、まっすぐ全曲使おうと、それをもってシューベルトさんと向き合いましょうっていうことを、まあ、考えて、うん、であとはその他にもやはり竹本さんにオリジナルなものを作ってほしいっていう話をして、ただそのオリジナルもやっぱりシューベルトのその人を止めという作品をやっぱり、うん、リスペクトしたものにしましょうと、一楽章から
四楽章、まあ普通は 1,2,3,4 っていうところをどんな風に使っていこうかっていう、その使い方、ちょっとしたボリュームとか、そういう微妙な演出とか聞こえ方とか、あとは竹本さんがどういう風にシューベルトと向き合って作るのかっていうのを、作品のコンセプトとか各シーンのテーマに合わせてどのように音を空間にデザインしていくかっていうところをとっても話し合ってます。7年ぶりのパリね、どうですか。本当になんかやっぱり住んでた頃はもうそこの雰囲気っていうか、やっぱ全然やっぱり違うから、日本とフランスってもう価値観も違うし生活のリズムも違う、でそういうところに住んでたわけ で日本に帰ってきてからも行き来してってやってたけど、本当に7年間そのフランスっていうところに行ってない状態で、で今回やっと行けるっていう、だからなんかその、まあ、故郷に帰るじゃないけど、もう一回そのフランスのパリっていう街の風をしっかり感じて、うん、なんか今私たちが日本で活動してきたことがなんかこう、うん、私の中ではなんか答え合わせみたいなイメージ、うんうん、なんか言っててこの7年間なんかちゃんとやってこれたなっていうような、うん、なんかこう答え合わせを通してその自信につなげて いける、うん、なんか場所なのかなって思ってるから、そこでやっぱりカンパニーメンバーをと一緒に作品を、うん、発表できるのはすごい嬉しいことだし、うん、その仲間にもやっぱり見てもらいたいし、うん、なんかすごく楽しみです、うんうん、楽しんでやっていきたいよね、うん、そうだね、うんうん、ワクワクする。僕ももう同じ意見なんだけど、夢の一つだったからね、あのパリに自分たちのカンパニーのメンバーを連れていく、自分たち2人だけじゃなくて、うん、自分たちは日本人で東京を拠点に、まあ東京っていうか日本を拠点に活動していくって決めたその日に、いつか絶対にパリに2人だけじゃないメンバーを連れて行って、僕たちが、長く住んで学んだ地でパリで公演をして、その時一緒にいられるであろう仲間にそれを体験してほしいっていう、それだけでもう嬉しすぎてね、うんうん、本当になんかこの作品を踊ってくれてる、うん、そのメンバー、うん、やっぱ賛同してくれて、うん、一緒にこうクリエイトしているっていうメンバーに感謝だよね、うん、そうだね、いろいろ物事が進んで、うん、出会いと別れがある中で今あるメンバーっていうのはかけがえのない存在だからね、うん、そのメンバーとパリで公演できる、めちゃくちゃ集中して思いっきり踊って、それをまあ古い言い方かもしれないけど芸術の都パリで思いっきりやってみて、どうもうなんだろう、チャレンジャーだよね、うん、さっき答え合わせって言ったけど、僕はねまあ、そういう感覚もあるんだけど、チャレンジ、もうひたすらチャレンジ、トライアンドエラーでひたすらチャレンジしてみる、周りのことをもうそんなに気にしないで、自分たちが今これなんだっていうのをもうただぶつけて、それをメンバーを連れてってやってみるって、じゃあその後はその後見えてくるでいいんじゃないのっていう、うん、ね、そういう気持ちで潔く楽しんでいきたいなっていう、うん、楽しみだ ね言ってるそばからメラメラしてきてるまあなんかカンパニーが育つ、うんうん、経験になればいいなと、うんうん、思います。いい経験になるよ、うん、なんか私が一番楽しみにしてるのは、みんなのパリに着いた時とか、いろんなところいろんな場所に連れて行こうと思ってる、紹介しようと思ってる、その時の顔が見たい。あ、同じ似てるそれは、うんうん、それはすごい思う、うんうん、行きつけのワインバーで懐かしい人たちに会いたいです。行きつけのマルシェにも行きたいです。